スグレモン自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、車に付着したセメントサンポールで取れるのか。ホンダアクティトラック旧タイプ、荷台フロアにセメントの付着、ブラシでこすっても取れません。トイレ用洗剤サンポール、塩酸が入っている酸性の洗剤です。 pH2。 サンポールでセメントが取れるのか試してみます。サンポールの原液ハケで塗り込みます。通常のプラスチックのヘラより丈夫で長持ち、カーボンスクレーパーを使います。こびりついたセメントが溶けています。少し残っていますがほぼ取れました。塗装面が溶けたり変色することはありませんでした。サンポールの液剤がセメントに反応しています。塗ってから10分間待ちました。溶けたセメントカーボンスクレーパーでそぎ落とします。水で流します。8割程度のセメントが除去できました。サンポール2回目塗ります。10分程度待ってからカーボンスクレーパーでそぎ落とします。水で流します。少しだけ残っています。サンポール3回目塗ります。こびりついたセメント完全除去できました。荷台の右端にもセメントの付着がありました。サンポールの原液塗り込みます。10分待ってからスクレーパーでそぎ落とします。錆も取れました。1回塗りで取り切れなかったセメント、2回目塗ります。取れました。エンジンカバーの取り付けボルトが錆びています。サンポール付けにします。油汚れ強力分解マジックリン、アルカリ性です。
サンポールを塗った箇所、マジックリンで中和しながら洗います。たわしでこすり洗い、水で洗い流します。ダブルアクションポリッシャーとウールバフ、 3M のハード 2L 超微粒子コンパウンド、2台フロアをピカピカツヤツヤにします。ポリッシャーで取れないサビや汚れ、ピカールのラビングコンパウンドを使います。きれいに取れました。水垢落としとツヤ出しが同時にできます。煽りの裏側も磨きました。ツヤツヤです。使用後のウールバフ、使用前のウールバフ、2台全体をコーティング施工、サンポール付けのボルト取り出します。サビを完全除去できています。アルカリ性のマジックリンで中和して洗います。サビ防止のためボルト全体にシルバーコートを塗りました。2台のセメント落としと表面磨き、コーティング終わりました。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。